多数のテレビ、音楽、ハリウッドスターが12月6日に米国カリフォルニア州サンタモニカのバーカーハンガーで開催された2022ピープルズ・チョイス・アワードに参加しました。ケナン・トンプソンが司会を務めた授賞式はこの日 NBC と E を通じて生中継されました。防弾少年団は今年いくつの賞を受賞しましたか？まず BTS は3年連続でグループオブ2022を獲得し、同じ賞カテゴリで4回目の総合優勝を果たしました。次に少年たちのパーミッション・トゥ・ダンスツアーは2022年のコンサートツアーとして表彰されました。最後に2022年のコラボ曲ワチャーリープース×ジョングクのレフト&ライト